それから、去年かな、まあ、三鷹の駅中のねお弁当を買った時にプチトマトが1個入っていて、そこから種を1個取って、今年まいたものがちゃんと大きくなって、まあ、収穫できたトマトですね。それからまた種を取って来年育てようと思います。でですね、よいしょ、実は先日種取ったんですけども、この種の周りのねゼリー状のところに、まあ、発芽抑制物質みたいなものが入ってると思ったんで、水につけてね少し、まあ、種のその周りのゼリー状のところを、まあ、腐らせてからこう水変えて流してたんですけど、そんなことやってる間にちょっとね無精だったんで、なんか日数が過ぎちゃったらですね、こんな風に白い根っこが出てしまいまして、見てわかりますかね、こんなのがねいくつも出てきてしまって、スマホの容量がいっぱいになってしまいました。でこちらの、まあ、最後に収穫したトマトからですね、また今日も種を取って2度目のね、採取をします。で来年巻きます。